荒木宗太郎は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけて主に長崎で活躍した、貿易商人。名は一世。通称は、荘江門。荒木宗太郎が乗船したとみられる、衆院船、荒木船日ご飯の一家に生まれる。1588年頃、長崎に移住し、豊臣秀吉から衆院状を交付されたことにより、衆院船貿易の関係の仕事に携わった。 主因状を交付された商人は他にも、末継平蔵、船本や平治、糸谷随衛門、大阪では、末吉真左衛門、京都では、茶屋、白二郎、門倉与一、伏見や堺では、伊勢やらがいる。その後、長崎から東南アジアを中心に、主因船貿易の工場に携わるため、出港した。1606年に、シャムのあゆタヤ王朝、 1610年には安南の江南国へそれぞれ訪問した。1619年からは日本と高鎮を数回公開したことにより、当時の安南の江南国君主元復元の恩恵を受けた。これによって彼の幼女であった兄王との異例の結婚により一役名を馳せた。なお、二人の間には一人の娘がいる。1632年に、 江戸幕府からの鎖国要請により、一家は帰国した。死去後も、荒木家の代々が主因宣貿易の承人を継いだ。なお、彼の墓は、長崎市加谷町にある大音寺境内の後山墓地内に所在する。ありがとうございます。